おはようございます。会社 NHK です。はい、よろしくお願いします。どうも。会社から放送法改正案についてお伺いします。はい、会期末までまだ1ヶ月以上残す中ではありますが、与野党双方から外資規制違反問題などを理由に今国会での成立見送りの可能性に言及する発言が相次いでいます。法案提出者として、現状その後今後の法案の見通しについてどのようにお考えかお聞かせください。まあ、提出させていただいておりますこの放送法改正案ですけれども、まあ、NHK の受信料引き下げの仕組み導入を含めた NHK 改革に関するものであり、国会でぜひご審議いただき成立をさせていただきたいと考えております。なおこれとは別に今般の外資規制にかかる事案を受け、外資規制の在り方等について法改正も視野に検討を開始するよう私から事務方に指示を出したところであり、現在まずは諸外国の外資規制の状況などの調査が行われているところであります。まあ、今後しっかりと対応していきたいと思います。牧さん、いかがでしょうか。はい、池田博です。先日官房長官の会見画像が改ざんされたものがツイッターで流布されていて、政府の方から削除を要請したという話がありますが、大臣の受け止めとフェイクニュース対策、今後総務省の対応方針を教えてください。まあ、あってはならない、ことでありますし、これ重く受け止めなければならないと思ってますけども、社会的な混乱とか個人の権利侵害につながる可能性のある偽情報がインターネット上で拡散することが大きな問題になると認識をいたしております。こうした問題に対し我々は昨年2月に報告書を取りまとめまして、 ICT リテラシーの向上の推進や事業者による削除等の対応の促進など具体的な施策を進めてきたところであります。とりわけ ICT リテラシーの向上が重要と考えておりまして、国民の方々が偽情報に惑わされないための啓発を進めております。また、事業者による対応も重要と考えており、本年3月、事業者に対してヒアリングを行うなどして検証を開始したところであります。その結果を踏まえて、課題を洗い出し、必要な対策について検討を行う予定であります。はい。はい、どうも。接待問題の調査のことについてお伺いします。調査始まったの1ヶ月になるんですが、進捗状況とですね、今後の見通しについて教えていただきたいのと、昨日国会で官房長がですね、144人の調査についてかなりの会食の申告があったということなんですが、具体的に144人中何人ぐらい申告があったのか教えていただきたいんですけど、まあ、現在情報通信担当部署の課長級以上144名を対象とし、倫理法令違反の会食に限定せず、法令違反の会食に限定せず、すべての事業者等との会食について調査を進めております。すでに職員からの回答は一通り受け取っておりますけれども、把握した会食について倫理法令の違反の有無、またヒアリングで確認すべきポイントについて個別に精査するとともに、NTT 以外にも相手方として名前の挙がった事業者に対して必要に応じ順次事実確認を進めているところであります。検事経験のある弁護士の方にもご参加をいただきながら、常に第三者のチェックをいただきながら正確かつ徹底的に真相究明を進めており、しっかりと調査を行った上でその結果についてはしっかりと明らかにしてまいりたいと考えております。お聞きください。来週21日から靖国神社で私春の例大祭がありますけれども、大臣、今回も参拝されないということで、これ、総務省の会見でありますので、個人的な件については差し控えさせていただきたいと思います。大臣、お時間ありますので、1問ぐらいでお願いいたします。ローカル 5G のことでお伺いしたいんですけれども、令和2年度の実証実験の結果と、今年度の対応方針について。ローカル 5G、 ご承知のように農業、製造業、医療、観光などさまざまな分野における活用を通じて地方創生の起爆剤となることが期待をされております。令和2年度においては、例えば遠隔監視制御によるトラクターの自動運転など
全国19カ所において地域の課題の解決に向けたローカル 5G のユースケースの実証を行いました。令和3年度も予算を60億円に拡充して計上しており、ローカル 5G を活用したソリューション創出に向け、より一層積極的に実証を行うことといたしております。じゃあ、以上になります。はい、以上します。